はい、どうも。2019年の3月の15日、朝の9時23分です。よろしくお願いします。おはよう、あいつぐ。おはよう。今起きた？おはよう。首痛えなあ、マジで。まあ、もう体ぐちゃぐちゃ。風呂で配信見てんだ。お疲れ。はい、おはよう。おはよはい、ワドツ、ボーンいらっしゃい。お疲れ。無課金アイテムいらないよ。課金アイテムちょうだい。課金アイテム、無課金アイテムいらない。課金アイテムちょうだい。おう、ジェイ、お前フォローしてねえのかよ。危ねえぞ、お前ブロックするぞ。お前ジェイ、花火ありがとう。いや、マジで気をつけなかったら、あれもう解除しないかんね。俺気まぐれでフォロー外したとか忘れてたとか、もうバンバンブロックしてるから、500人したよ、ジェイ。俺ブロック。やばいよ。キレッキレの和道さんだよ。キレッキレの和道さんだよ。ジェイ、ありがとう。もういらない。もう、貧乏人と、なんか、うざがらみするやついらないから。貧乏人は他行ってくれ。もしくは俺に気に入られる努力をしてくれ。ありがとう、リコちゃん、ありがとう。フォローしてないのなんか論外だから。もう当たり前のことをやろう。当たり前のことを。いいよ。キャスは、なんだろう、コンティニューコイン投げてりゃいいや。 キャス行けよ、キャス。そう、貧乏人は媚び売れって。正解、 J さんから花火いただきました。ドンチキー、ありがとう。そう、気に入、あの媚び売っても、でも気に入らねえやつはブロックするよ、俺。悪いけど、それは申し訳ないけど、そういう人間だから俺が。要はもう
IQ なのかセンスなのかわかんねえけど、要はもう合わないってことじゃん。でしょ？だから無理でしょ。子供だったらいいよ。子供だったらいいけど、もう話合わなくなってくるんだから、社会人だったら。だからドカタはドカタやれって話だよ。ドカタのやつと話してろっていう。だろ？なあ。コビ打っても無理。合わないやつ合わないから。どうせ手のひら返すだけだから。いらないそういうの。貢ぐ気がねえんだったら去れっていう。貢げもしないのにね、愛情注いでくださいってどんだけだよな。無理無理。興味ない。他行け。そんなね、1時間2時間遊ぶのに1000円も2000円も払えねえような貧乏人と、なんで俺が楽しく会話できんだよな。タイムイズマネーつうかさ、例えばさ、配信外で会えるんですかとか言ってくるさ、バカな女いるけど、お前キャバ嬢、お前がキャバクラで働いてて、お店に一回行ってドリンクも出さないようなやつに、ね店の店外で会えるって言われたら女の子会う？キャバクラとかスナックとかで働いててドリンクいただいていいですかって、いや僕ドリンクはごめんねって言われて、で面白くもなくて性格も合わなくて話もつまんなくて、で帰り際にじゃあありがとうございましたって言ったら、お店で今から時間あるって言われたら会う？女の子、ここにいる女の子で会う？俺それされてんだわ。会うわけねえだろって。100万200万貢いでから言えよバカっていうね。うん、ほんとそれ。はい、 J さん3発目、花火ありがとう、花火ありがとう。いやめちゃくちゃかっこよくて、仕事とかもできて、なんか趣味とかがあって、えこっちから興味あるからちょっとプライベートで遊ばないって俺が言うんだったらわかるよ。俺が言うんだったらわかるよ、プライベートで遊ばないって。バカだろ、なんで俺がお前と会うのっていう。会わねえよバカっていう。暇じゃねえんだよって、バカってんのかこいつって思うもんね。特別なやつとしか会わねえよなんで自分が特別だと思ってんだろうね。何時から走ろうかな。昼頃走ろうかな。もう反省してるもん。貧乏人とつるんでたら結局貧乏人の考え方だから合わないんだよ。だから金持ってるやつと、もう人数少なくていいから金持ってくれてちゃんと対価を払ってくれる人と絡んでないと結局ね、あの話が合うわけがないんだよね、よくよく考えたら。だって貧乏人は金払えないのが常識だと思ってるから、無課金で見るのが常識だと思ってんのも考え方そもそも違うじゃん。
合うわけがないよね。ああ、タバコ吸いたい。タバコ吸いたい。まあね、うん、もう疲れた。ブロックデイズとか言うのも疲れるからめんどくさいじゃん。淡々とやろうと思って、うん、いいやと思って、めんどくせえからちょっとシュールだったでしょ、うんうん、ストレスになるから宣言すらもめんどくさくなってるから、そっと粛々とやろう、粛々と、
うわだるいな。もう気分悪いよ、昨日から。昨日からずっと気分悪い俺。機嫌がよろしくないですね。ご機嫌斜めだから。もう俺のことをね、ちゃんとね、正当に評価してくれる人とだけ絡む。もう言葉だけのやつとか信用しない。バカみたいだから。口だけのやつ多いから。応援してます。頑張ってください。蓋を開けたらフォローすらしてない。笑えるだろ。どうなったんですか、こうなったんですか、知らないから見てない見てないから言ってるって。ありがとう、行動が全てだよ本当に。おい J 花火ありがとう。もう俺は今どういう行動をするかだけ見る。知らない、質問にも答えない、絡まない、俺を正当に評価してくれる人とだけ付き合っていく。あとは楽しいやつね。頑張れとか誰も言う権利ないでしょ。なんで頑張らねえといけねえんだよな思わない？フォローもしてない誰だか分かんないやつにいきなり頑張れとか言われて、誰だお前って話だよね。はあ？っていう。気分悪いよ。もうだからもう口先だけのやつばっかりだから、もう俺はもう悪魔になった。悪魔の和道だよ悪魔の和道ちゃん。もういい、俺に対価を払うやつと俺が気に入るやつだけとやっていくから、それ以外いらない。偉そうなジジイとかね、説教臭いなクソバイス、クソみてえなアドバイスをするクソバイスのね、ジジイとかもいらないしやたらさ、なんか40、50代のさ、ジジイってさ、説教臭いじゃん。金も払わねえでさ、頑張れとか、なんか一生懸命やったら努力は実るとか、わけのわかんないこと言って、なんなの、なんかの宗教ですかみたいな。なんか会社の上司かなんかだと思ってんだろうね、自分のこと。俺からしたらただのジジイだからねただのうぜえジジイだから、消えてくんないっていう。ケビありがとう。いや俺金が全てじゃないと思ってるけど、金も払わないでクソみてえなアドバイスしたりとか頑張れとか言ってくるやつをの、なんかそれすらもストレスだから関わりたくないっていうか、
なんかそういうことを考えてるから君たちはダメなんだよっていう考えなの。俺は別に俺は努力なんて必要ないと思ってる派だから、なんか素晴らしいものを作ったりとか面白いことやるのに努力なんか必要ないと思ってる人間だから、ただ楽しめばいいんじゃねえって思ってるから、サラリーマンじゃねえんだからっていうさ、そのなんだろう、努力したら成果が上がるような仕事ってさ、単純労働じゃん、はっきり言って。で、単純労働とは程遠いことやってるから、だからブルーワーカーの考え方は分かんないよね、正直言うと。ブルーカラーの人たちはブルーカラーでつるんでくれっていうね。髪の色だけだよ。お前金持ってんだから花火投げろ、もしくはあのベネチアのアイテム投げろ。ふざけんな、間違えてブロックするところだと。お前花火10発ぐらい投げろよ、流れ変えてくれよ。今カチンコ投げたやつ、ファンタスティックくれ、しっかり囲ってくれ。囲いが、俺が証明してやるよ。こいつらゴミみたいな人間たちは無課金税っていうのは花火上がったらすげえすげえって囲い出すから。俺にアイテムを投げてくれ。腐るほど。そしたらゴミみたいな人間の評価なんか変わるんだから。稼いでたら変わるんだから。パトロンが変えてくれ、俺の評価を。お前らしかできねえんだから。俺の評価が低いのは花火師のせいだよ。てか花火師なんかいないんだけどね。困ったもんだよ。あ、やるじゃん、さすが花火、ありがとう。やるじゃん。足りない、もう一発、もう一発、もう一発足りない。あと9発、あと9発、あと9発いこう、あと9発あと9発なんだろう、金稼いでんだろ。たまにはいい思いさせよ。もうやだよ、日当1万とか日当2000円とかでうだ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 言ってんの。100発ぐらい行こうぜ。いいんだよ、あと9発投げてよ。ダメ、もうない、
投げようよ。あと9。まだ投げてないやつ、ファンタスティックちょっと頼むよ。誰かいないの、ファンタスティック投げれんの。なんだよ、一発かよ。つけてんな。おはよう。関さん、花火ちょうだい。関さん、花火ちょうだい。ねえ、関ちゃん、花火ちょうだいよ。お金ないの？じゃあいいや。じゃあいいや。あ、楽しみにしてるわ。意外とあっさりしてるから。ないならしょうがないよね。じゃあ、稼いだらちょうだい。今度ありがたくいただくわ。楽しみにしてるわ。お、言うねえ。ありがとう。キャスの人、お茶爆ください。無課金の人、コンティニューコインでいいです。キャスの人、お茶爆ください。お茶爆、お茶爆50、お茶爆100ください。10個ぐらい連続でくれたら嬉しいです。お茶爆ください、お願いします。無課金の人、コンティニューコインでいいです。おい、来た、ボン。お茶爆50、ありがとう、サンキュー、ワドツー、ありがとう、あざーす。無課金の人、コンティニューコインでいいから。金持ってる人、おい、ブリーン、ありがとう。激烈ブリーンからお茶爆いただきました、ありがとうございます。ありがとう。サンキュー。はい、ワゾツ。はい、すげえね。ヨセコか。ヨセコ、ありがとう。お茶枠50、ありがとう。サンキュー。ありがとう。ありがとうございます。みんなお茶枠頼むね。あと、コンティニューコイン。よろしく。無課金、コンティニューコイン全部投げて。で、ふわっちの人は花火ね。よろしく。あとは、どっか行ってください、ほか。あといらないんで。
あとはなんか他の枠なんか見に行ってください。関わる気ないんで。ありがとう、サンキュー。いいね、ありがとう。バカありがとう。はい、ハートありがとう。お、16位に上がったよ。ちょっと映画出れるんじゃないの。16位に上がったよ。ちょっとこれ何位になったら映画出れんの。7位だっけ。誰かさ、映画出たいからさ、あのなんだっけ、あのアイテム、有料アイテム、あれいっぱい投げて。なんだっけ、カチンコいらない、有料アイテムがいい。カチンコいらないや。有料アイテム誰か爆投げしてくんない。なんだっけ、なんだっけ、監督アイテムだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんつったっけな。映画、映画アイテム、映画はカチンコ、じゃあ映画監督有料ください。映画監督ありがとう。映画監督もっとちょうだい、もっともっとちょうだい。1個投げてくれた人100個ぐらいちょうだい。誰かだから100個投げられる人いない。100個欲しい。映画監督、うわいいね。 J さん100個誰かいない。金持ち100個投げれんの。100個投げれるんだったらフォローしてなくてもブロックしないから、100個投げれるやついない。え、いいよ、ブロックしないであげるよ。全然フォローしてなくてもいい、アンチでもいいや。100個いないの、誰か投げれんの。いないの。100個、映画監督アイテムちょうだい。誰か100個、100個って何位になるか知りたいから。いねえか。え、誰か映画監督アイテム100個投げられないですか。映画監督アイテム、映画監督アイテム100個欲しいんですけど。100個じゃ無理か、1000個でいいや。1000個誰か投げれない。1000個誰か投げれる人いないですか。1000個映画監督アイテム1000個投げれる人いないですか。全然アンチでもいいっすよ。誰か映画監督アイテム1000個投げれる人います。ありがとう、映画監督ありがとう。カッツ。はい、ブロックです。こだわってないっすよ、別に無課金いらないっす。さよなら。誰か映画監督アイテム1000個いこう。1000個映画監督アイテム1000個いこう。1000個この枠 で何位かになるでしょう。映画監督アイテムください。映画監督アイテム、映画監督アイテムよろしくお願いします。映画監督アイテム1000個、映画監督アイテム1000個いこう。1000個誰かいる？映画監督、映画監督アイテム有料アイテム投げれる人いますか。映画監督アイテムを1000個投げれる人いますか。いますか。映画監督アイテム1000個投げたいっていう人、行こう。映画監督アイテム行こう。いないの。映画監督アイテムも欲してるよ俺が。投げれる人いる。映画監督アイテム欲しいよ。映画監督アイテム投げれる人いますか。
映画館とかアイテム、あ、好きとか嫌いとか知らない、ブロックです。はい、無課金アイテムいらないです、ブロックです。映画館とかアイテム投げれる人いる？映画館とかアイテム、コメントはいらないから、その好きとか嫌いとかどうでもいいし、あの金金全然あのいらないんで、コメントとか。有料アイテム投げれる人いないの？映画監督、監督アイテム、監督アイテムください。監督アイテム、無課金はいらないです。カチンコは他投げていいよ、俺いらないから、有料しかいらない。いいね、ありがとう。えい、特命さん、はい、カット、ありがとう。はい、てんねこちゃんはどつ、ありがとうね。はい、どんどん行こう。映画監督アイテムちょうだい。映画監督アイテム投げれる人います？映画監督アイテム、じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう。お、15位になったよ、15位に。いいよ、上がったよ、いい感じだよ、いい感じだよ。1位行こう、1位。誰かいないの？金持ち、この中に。映画監督アイテム、いないの？いなかったら他行っていいよ、他行っていいよ。映画館とかアイテム投げれる人いる？いなかったらあの他行っていいですよ。投げてない人は別見に行ってください。用ないんで。なんかしけてんな、全然面白くねえな、盛り上がんねえな。慢性鼻炎だね、うん、ありがとう J、 ありがとう。はい、カッ、ありがとうございます。なんで鼻声だから、ガキの頃から鼻詰まってるから慢性鼻炎だよ、やっぱわかるんだ。だから鼻が通るっていう感覚とかはわかんないんだよね、自分で。鼻が通るとは一体何なんだっていう。なんだよ、全然儲かんねえな、しけてんな、金持ちリスナー捕まえねえとな。J みたいなリスナーがね、20人30人いたらいいんだけどね。そしたら全然100万ぐらい稼げるでしょ、1ヶ月で。 J みたいなリスナー増やしたいな。こうティップがいいリスナー、金持っててパチンって使うところに、使う時に使うっていう。貧乏人ばっかりだもんな、変えてかないとまずいね。意識して貧乏人切ってこ、貧乏人がコメント打てない空気を作っていかないとダメだよね。
あ、ここアイテム投げないとコメントしづらいっていう空気を作ってこう。少しでもね、一回質問するのに花火一発投げないと気まずいっていう空気を作っていかないとダメだよね。何個残ってんだろう。うわぁ、吸いまくってんな、これまずい。あー、タバコ吸いたい。10時か、そろそろ走ろうかな。暇だな。今月予定ないんだよね。何やろうかな。走り行くか。じゃあ今日のトレーニング行くか。じゃあ太ももパンパン、走れっかな。おはよう、ペコ、一緒か。おはよう。
じゃあトレーニング行くから携帯配信に切り替えるわ。お疲れ。